ハローエブリワン。今回はお客様を広島港で降ろした後に宇品島をぐるり一周します。広島市の南端にある小さな島宇品島。島の町名は元宇品町です。ちょっと変わった町名だと思いません？このチャンネルでは旅行雑誌などには載っていない広島のレアな情報を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。今後もどんどん更新していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴー。宇品島は広島湾に浮かぶ島ですが、明治17年頃から始まった宇品築港事業で島周辺の埋め立てが進み、一度陸続きになりました。現在は水路を開いて再び島となり、暁橋によってつながれています。埋め立てた一帯を宇品という地名にしたため、宇品島をもともとの宇品という意味で元宇品と呼ぶようになりました。宇品島の名前の由来は、島の形が牛が伏せたようなので、牛の島が後に変化して宇品島になったという説もあります。それでは見てみましょう。どうぞ。この短い橋、暁橋を渡ると元宇品です。元宇品は戦後間もなく瀬戸内海国立公園に追加指定されました。山を歩けばクスノキなどの原生林が広がり、海辺に下れば自然の生き物を観察することができます。近年では島の自然環境を生かし、フットボールドームや結婚式場などもできました。
このトイレはバイオトイレといい、微生物の力で1日あたり75人分の汚物を処理します。トイレのボタンを押しても汚物を攪拌するだけで水は流れません。自然に配慮された設計になっています。瀬戸内海国立公園の中をランニングしてますね。気持ちいいでしょうね。今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。